番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので笑ってくだされば幸いです。前回からのミッションはこちら。福島県の須賀川市、ウルトラマンの街で。というわけで今回のゴリパラ見聞録は福島県ウルトラマンの街を訪ねる旅でございます。福岡から宮城に飛び陸路で福島を目指すことに。途中ひょんなことからゴリさんの新パッケージのネタが生まれ、そのネタをことあるごとに連呼してご満悦のまま恒例の一献へ。一献ではゴリさんがステージ用のネタが俺にはないと言い出し、みんなで考えてみることに。僕が考えたネタを満を持して出すもあえなく却下。悲しみが強すぎて空を見上げて涙をこらえるしかありませんでしたが、実は意外にも気に入っていたことが判明したところで前編終了。さてさて後編は。おはようございます。おはようございます。まずね、前回福島来た時にサザエ堂っていうね建物。うん。大丈夫。整ってないかな。整ってます。町田先輩が、うん、昨夜スパークしたとだけお伝えしておきます。お前のツイッターにゴリさんがこういう写真を載せた。まあいろいろあるわな。いろいろあるやろ。ゴリっぽくってことな、ゴリさん。ゴリっぽく。いやここしかないね。忘れてるぐらいゴリっぽくだった。サザエ堂リベンジです。許可も阿部ちゃんが取ってくれた。そこも俺さっき調べてきたんだけど、はい、昔の目印。これを目指していろいろ歩いてたと。道路限定。昔はこういうのがないと場所が分かんなかったんでしょうね。22里50。いやいや今迷子になってた。すいません。イスズのトラック。私はもうそれやりだしちゃうもう止まりませんよ。はい、先発屋のサザエ堂行きますよ。近いですかね。1時間ちょっとです。え、何もあるな。久留米だ、久留米。すげえ、久留米と全く一緒だ。いや、全く一緒じゃない。いやいや、子供がいてるから系列ですかね。系列ですね。フランチャイズじゃないですから。あ、でもなんか今日天気がいいね。これ今エアコン効いてる車の中だからね。けど外出たらもう灼熱。ちょっとテンション下がる気温やろ。車でサザエ堂上がれないかな。上がれるわけないね。これ降りなくていいんだ。ああ、もうごめんなさい。いや、おいしい。やろうか。空見よう。間に合ったじゃん、今。今もう無理よ。もう矢野くんの今の、うん、スペック処理能力じゃ今のはもうちょっと左行けなかったっすね。ちょっとごめん、15キロ先だけど。15キロ離れちゃう。ということはもう一回15キロが都合30キロやね。だからもう諦め。ふがふが言うキャラになったら。え、ふがふがするキャラに。脱力系の矢部さんみたいなスタンスやめてさ。もうさだやって、うん、動じないっていう感じだけど今バクバクしてんだ。不思議。目が一気に死んだ。これ降りるね。これはパーキングです。パーキングです。ちょっと右寄ってきてますよ。え、ちょっと厳しい。ちょっと待って、それでもうガチガチになるわ俺。出ますよ、出ますよ。400m、 380m、 180。ウインカー出します。140。ウインカー出しました。降りろ。降ります。ガン。降りました。よかった。夏じゃないよ。もう矢野ちゃん頼むわ。よし、もうそこ降りるだけでアドベンチャーにすんなよ。情けねえな。よし、乗ります。進入スピードと。そうね。アウトインアウト。引っ越した。アウトインアウト。よかけんさ。アウトインアウトとかもそういうのもよかけんさ。普通にやってくれ。頼むからさ。普通のこと普通にやってくれねえか。すいません。入る時のスピード、ケッケッケッ。いや、アウトインアウトで行こうとしてる。でもいいけどさ。普通のこと普通にやってくれねえか。やっぱどっかでこうカッコつけたかんのよな。アウトイアウトと、うん、あと 1.5 キロやけんね。降りないと大振りなボケいらんから。いらん。どっちですか、町田さん。大振りしたことねえだろ。閉鎖中です。閉鎖中です。これどうすればいいですか。そうですか。並んどけばいい。そう、並んどけ。矢野くん、はい、お里が知れるね。先生さん一緒っす。腹一本取られた。これもな、
ニーランドで小学校の時にゴーカード乗って挟まって、うん、ディズニーランドで大渋滞起こして後ろに親戚のお兄ちゃんがずっと乗っててアクセルを踏めってずっとブレーキ踏んで泣きながら俺もやっぱ香港で痛い目に遭ってるからさ怖かったやっぱ香港のハイウェイはあれは怖かったな、あったなこんなもんじゃないよその模様は DVD のボリューム8ですごいことになってますんで2秒ぐらい見せるっていうので 見たくなるパターンないかなどうすかね、トミさん何が一番儲かるかな踏み込んだ言い方すんな売れるかなとかじゃなくて儲かるって言っちゃったらダメよ間もなくですようやくですか体感的には台湾行ったぐらいありますねアウトインアウトの件ちょっと持ち帰らせてもらうからなよう持ち帰られんなテイクアウト多い最近溢れ返ってる今日は鼻歌が出んかったね鼻歌じゃねテンパってんのに鼻歌歌ってごまかしたっていう前回のゴリプラのくだりあったなああもう俺記憶から消してんなそっかあん時いじってんのお前がいない時にいじってんなオンエア見てくれ来たねここリベンジスペシャル着きました、はい、ありがとうございましたここですねさあリベンジもう許可取れてるってこと許可取れてるんで行きましょう、はい、行きましょうわすげーうわすごいおー改めてすごくないすごいなぁあ、やっぱすれ違うことがないんですって参拝者がすれ違うことなく参拝できる世界的に珍しい建築様式入り口ここだけどうわすごいなうわすごいなこれ誰ともすれ違わないですねそうね降りてくる人はいないですねあ来たここ頂上あれんうわ頂上ねおいでこっから降りるえ同じ入り口に着いたらすごいよねうんあれこれさっき通らなかったっけ通ったっけあこういうのあったねあれ人がいたえなんでちょっと待ってどういうこと違うとこから出たけどそうだよだからそりゃそうよねそりゃそうよねそうじゃないとさすがにパラレルすぎるんじゃないえごめん どういうことちょっと説明聞きましょうか、うんこれの凄さっていうのははい、こちらはですね、うん、今から223年前、はい、江戸時代に建てられたものになってます、うんうんうん、二重になっているってことも二重になる二重螺旋ね勝手に俺たちが同じとこに出てくるんじゃないかっていうので螺旋が二重あるってことですよねそう二重あるから同じとこを変えらずにこの螺旋で変えてくるああ、だけど、うん、なるほど、うん、同じ道を通らずにそう降りてきてると降りてきてるっていうことですね、はい、でこの場所はやっぱり飯盛山なんて白虎隊の白虎隊聖地でありますよね白虎隊のですね白虎隊の説明をゴリさんちょっとあの、ね、そうですね簡潔に言うと戊辰戦争という革命派と旧幕府派の戦いがあったんですね会津藩っていうのは昔の体制幕府を守っとこうでも攻め込まれてきたわけですよ、はい、新しい政府が会津藩も必死で、うん、兵力がないから14歳から17歳の少年たちまでも戦いに出なきゃいけなかったその少年たちが白虎隊と名付けられたんですそしてこの少年たちが悲劇なのは、戦って城の周りが煙が出たんですよでその煙を見た時に城が落とされたと勘違いしてしまいその少年たちがお互い刺し違えて死んだとそういうのは知っとかなきゃいけないと思うんですよねでちょっと資料館に行きましょう行きますよちょっと詳しい人と話したいね。どうかな、これ難しそうやな、許可。確かに。そう、許可だよね。ゴリさん的にはこういう歴史があって、まあ、そういう散っていった子供たちがいるっていう。あります。すみません。資料的なものを写せないってことですか、ね、まあ、ちょっといろいろあるんですけどね。ケースバイケースで。いや、分かりました。19人ですかね。まあ、それも話と長くなる、そうなんですか僕ら歴史ポリスマンって言いましてわかんない違うわかんないいろいろ歴史の本当、まあ、その真実を知っていきたいんですよ紙に書いてあることが全て本当ではないと私は思ってるんで世の中のその当時の空気にやっぱり皆さん配慮してらっしゃるし、うん、で今もお孫さん世代が白虎隊のお孫さんひ孫さん世代がご健在なので、はいはい、その方に対していやこの人に言ってることは間違ってるんじゃないかというのはやっぱり現代人としては失礼だと思うんですよ
だからテレビの取材があった時は諸説ありますって言うんだけど、テレビ局ではそれが面白くない、どっちかにしてくれって言われるんですけど、それはいかんすね。それは私はやりたくない、うん、結構早川さんも歴史ポリスマンってことですね。そういうわけではないんですけど。いや歴史ポリスマンです。え、じゃあ白虎隊がいなかったかもしれない。いや、それは死体はいくつかあったっていうのは地元の複数の記録に残ってるんで、ゼロではない。結局ちょっとどういう気持ちで見るんですか。いや諸説あるぞっていう気持ちで見よう。これあれですよね、ならぬものはならぬ、全部お前や。約束守らない、泣く、弱い者いじめする、ね、卑怯な振る舞いをする、全部お前、うん、ブラックビャッコ隊。ビャッコじゃないもうそれ。ブラックタイガー、ブラックタイガー。エビが嫌いなのに。西日本の方だと最後高森の屋敷からかっぱらってきたやつって、ね、かっぱらってきたやつ、本物です。本物。最後高森の屋敷に行ったらば、どのもぬけの殻だったらしくて、しめしめっつって槍をぶん取ってきたっていうことで、うん、じゃあこの槍は西郷さんが持ってきた、の屋敷の欄間にかかってたっていうふうにこれには書いてある。坂本龍馬どう思ってます。坂本龍馬はまあ会津の人間にしてみれば余計なことをした人という。ただまあ全国的にはあの人気が高いから、あんま余計なことを言うと怒られます。そうですけども、ひいじいちゃんぐらいまではやっぱり長州のことはちょっと憎んでたってあるんじゃないですか。まああるでしょうね。よく都市伝説でね、あのタクシー乗ったらお客さんどっから来たんですかって、うん、山口って言ったら、まあ、うん、お金いらないから降りてくれって、そういう都市伝説があるんですけど、ね、そういうね、本当かやと思うんですけど、ね、それはじゃないんですね、あんまりね、館長やっぱ全てに疑いを疑う、まあまあ、都市伝説、都市伝説全部なんかこれ分かりませんって言うから、なんか ふわふわした気持ち。それが歴史なのよ、斉藤。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。しかし不思議な方でしたね。研究者気質な。いや、それ本当のことに言いたくないんじゃない。そうよ、憶測で物を言えないっていう。お前は本当にもうこういうとこ来んな。すいません、この死ね。もう究極。すいませんでした。どういう気持ちに今視聴者になってんすか、ね、いや調べたくならん。どうなんだって。お前はもうそのなんか丸か×かそればっかだもん。どっちなんすか結局。えどっちなんすか。あの人は生涯かけて研究してるから。そうね、俺の考えでも教科書とか載ってるのは嘘が多いっていうのはありますよ。やっぱ何もやってないけど地位がある人がやったってことになるじゃないですか。本当に頑張った人は教科書載ってない人かもしれない。ただ俺は教科書に載りたいって思います。ただ乗ることは、はい、ない。なぜ？ご立腹。来た。じゃあもうちょっと盛り上げてくれ。お前からもらったんだぞ。うね、もうちょっとポーズとか。あ、そうなの、うん。ないとか。だからゴリだからこうドラミングやって、あのゴリラの。ご立腹。そう。で最後ゴリラの顔で。間が悪くないそれ。うん。ね。すいません。よく見てます。ありがとうございます。恥ずかしい。これはちょっと違うな。間が、なんか、間が違う。もうさ、あんまり、な、乗ってない。めんどくせえな、もうなってる。考えること嫌いやもんね。うん、合図に来て、やきもきしてますね。いや、俺はもう、あの人、面白かったけど。でも、あの人、テレビで言われる、イエスかノーかはっきりしてくれって言われるっていう気持ちもわかる。そうね。お前みたいなディレクターがいるんだよ。どうしましょうか。お昼でも食べましょうか。ちょっともう方面に向かいながら、はいはいはい、須賀川でしたっけ。なんかそっち方面になんかのカッパ麺っていうご当地グルメがあるらしい。カッパ麺、キュウリ。そう、キュウリ。あ、やっぱキュウリ。そもそもその須賀川ってとこはその円谷さんが生まれたところなんですか。そうみたいな。ウルトラマンね。ウルトラマンのね。おります。やると違っております。はい、200m180。お前じゃないんだから。当たり前のこと当たり前にやるんだよ。300光年をつなぐ姉妹都市。違います、300万光年。ちょっとテンション高いね。誰がすか。高いね。高くないよね。どっちにって。間違って高いね。ウルトラマンがってこと。ゴリさんがってこと。そうです、誰が何を。どっちですか。うわ、すげえトラック。え、もしかしてイスズじゃないですか。違うね。アメ車じゃないのあれ。イスズじゃないので、イスズ歌ったら顔面殴るルールにしましょう。ルール荒いな。これだ、右手のカッパ麺って書いてある。え、矢野ちゃん行ってくれんの。おい、須賀川市のご当地グルメカッパ麺をいただきます。カッパ麺 のレッスンがあるみたいです。お願いします、先生。19店舗でカッパ麺をしております。食べ終わったら丼の底にいるカッパの吸吉を見つけ、あーうまカッパと言ってください。ゴリさん、ん、
そうそうそう、これちょっと天丼にしたのよ。おすすめって言われて。さあ、こちらカッパ麺でございます。天丼もいいっすね。天丼もおすすめでしょ。天丼もおすすめだね。うまい、うまい。最後まで残さず食べていただくと、そこにあるマークが浮かび上がってくる。ちょっとさっき紙で見ちゃった。ちなみにうちはこういうあのカッパ麺なんですけど、市内19店舗で違うカッパ麺も食べられる。あ、それもさっき聞きました、うん、あ、すいません。全然じゃない、すいません。さっき聞きました、すいません。言わなくていい、言わなくていいよ。なるほどですね、でいいじゃん。すいませんでした。うまい、うまいよね。サクサクっすね。いずれほらゴリプラでお祭りとかでほらお世話になったお店に出店してほしい時に来てほしいぐらいだったよね。確かに珍しいしね。ラストっすね、うん、こんなキャラが出てきて、それが出てきたら、あー、うまかったですね。どっちがいいか決めてもらいたいですよね。あ、そうですね。あー、うまかった。あー、そっちなんだ。久吉くんです。久吉くんが出てきた。はい、ちょっと一緒やん。山さん、ありがとうございます。うまかっぱ選手権、ありがとうございます。テンション上げる方でいけばよかったな。柵に溺れたな。引っ張られちゃった。同じことやってたよ。さっき、聞きました。同じこと言ってる。ご主人にさ、さっき聞きました。ご主人がってさ、それさっき。で、15はブーメランだな。これ1本取られました。そうですか。すいません。そうですな。ちなみになんかこうちょっとつぶら屋さん系で回ってるんですけど、はい、まだ1個も回れてなくて。あ、そうなんですね。なんかあるんですかね、どっかこう。いろいろあります。つぶら屋さんの成果でもあるコーヒー屋さんが近くに。いろいろウルトラマンが並んでるみたいなのもあるんですか。そうです。人形が、人形も市役所の前にもウルトラの父が歩いて1分ここなんですけど。こっちから行った方がいいですね。そうですね、もうここから通れるんで。地球防衛軍っぽいよね。もしかしてこのアンテナ M78 星雲と、こんな低いところにあるアンテナ初めて見ました。お、来た。ご覧ください、こちらです。デデン、大きいね。これあれかな、ゴリップしてるのか。いや、違います。やめろっちゅう。それさ、俺のスラムダンクの時もそうない。すいません、これ指入っちゃった。でもやけにさ、アンテナ多くない？こんなにいります。もう一個の家で。あ、入った、あった、あった、あった、この通りだ、ウルトラストリート。来た、来た、来ました。これかっこいいね。やっとこう。はい、チーズ。いいね、いいな、これ。いいな。ピグモンがこっちにいるよ。ピグモン可愛いっすよね。俺ピグモンじゃねえよ。こっちだよ。あ、ごめん。あなたに言われたくはないな。クオリティバリ高くないですか。やばいっすね。やばくないですか。色の具合とかね、色彩とか。知らんかな。聞いてみましょうか、とりあえず。すごい、ここ。こんにちは。そこ曲がるとすぐだ。あ、じゃあ向かいます。向かわせていただきます。はい、行ってもいいです。そちらに行くそうです。これの裏手なんです。ご親戚ですって。つぶらエイズさん。そうそうそう。あ、これなんかの日じゃね。あるよ。ここで生まれ育ったんだ。七夕生まれなんだ。7月7日。大空に満天の星が輝く七夕であった。しかしすごくないですか、あの円谷さんの生家で、しかも親戚がいてカフェなんですよ。やばくないですか。こんにちは。あ、よろしくどうぞ。はい、お願いします。このごマスターがいとこの子供、息子さんで、まあここは普通のカフェだけど、うん、だけどちょ資料館のは OK です。 OK という。いや、すごいな。やっぱりこの番組じゃないと来れないっすよね。本当に来ました。つぶらや英二資料館、お邪魔いたします。お邪魔します。入れますよ、これ。これ何でしたっけ。ジャミラ。ジャミラやって T シャツかぶってやってたよね。悲しいよね、これ。悲しいんですけど、宇宙飛行士が取り残されて変身していってしまう。そう、元は人間だったってこと。トミさん、やけに、え、今までになく上手。ジャミラ、ジャミラじゃないですよ。誰がジャミラだ。20世紀少年みたいなのあるのよ。怖いのよ。いや、友達やん。お前怖いな。これを、セブンのお面、セブンのお面1名様に差し上げます。こちらの方、ご応募お待ちしてます。うわ、これはちょっといろいろ欲しいな。あ、生涯これ、遅かったんだね。63歳日本最初のテレビ怪獣特撮映画、ウルトラ Q の撮影始める。63です。遅咲きだ。っていうか戦争に行ってたんだもんね。還暦超えてるやん。すいません、
やれるんだね。すげえな。63でさ、ウルトラ Q 取って、もう68でもなくなってます、5年間で。はあ、でもこれが特撮で、実際これがこうやって映ってるってことですね。あ、ほんとや。この画面を作るためにこういうことですね。そういうことですね。ちょっと指入れてください。もう一回やってもらえますか。おお。うわ、すげえ。ファッファッファッファー。あら？で、おお。パンってやつですね。映画は変わってらっしゃる。あら、あの円谷一さんの作品年表を見ると、めちゃくちゃやってるわ、撮影で。遅咲きではない特殊技術とか撮影の方でとんでもない作品関わっとる。俺たちとは違う、巨人だなどうします、なんか最後はな、何かしらの怪獣で、うん、俺たちにふさわしい。え、ウルトラマンじゃないあ、カネゴンだ。え、最後これで撮るんですか。もっと怪獣でもほらあるやん、バルタンとかゼットンとか。そうでしょ。はい、チーズ。さあ、福岡にたどり着きましたが、ヒットポイント2です。ゴリさん、ヨウさん、ペペさん、トミさん、アベちゃん、ありがとうございました。どうやって福島まで行かれたんだろう。新幹線、飛行機などなど気になりながらも、昨日からずっと申し訳ない気持ちでモヤモヤしていました。いやいやいや、そういう番組ですよね皆さんもありがたいしかないですよ。でも行きたくてもなかなか行けない場所だったので、放送を楽しみにしています。今回は本当にありがとうございました。以上です。いや、でもよかった、福島。なんか聖火にも行けましたしね。疲れてるね。はい、ピーポンピーポン。もうカラータイムカラータイムはもうずっと鳴ってるもん俺